題出しすぎだよな。小学生じゃあるまいし、特に今日のは多すぎ。放課後の生徒の自由な時間まで束縛するなんてさ、ゆとり教育はどこに行ったんだよ。じゃあ、うん、ま、頑張ろうぜ。宮本くんも。もし今日の宿題でわからないことがあったら電話してもいいかな。じゃあまた明日学校でね。うん、じゃあね、しずきちゃん。バイバイ、さくらくん。未来の世界からやってきた天使です。なぜか突然僕の部屋に住み着くことになりました。信じられませんか？僕は未だに信じられません。